はい、ということで皆様こんばんは。今週も金曜日の定例配信から始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあ、毎週のように言ってますけども、21時過ぎ頃から、いつも通り主義の細道右大会予定しております。それまでは野良試合、の様子お楽しみください。それでは皆様本日もごゆっくりどうぞよろしくお願いいたします。
ン、はい、Final round, fight!
Come on.
分はい。Thank you.
Oh!
愛。Thank you.
ちょっと大きいかな。はい、じゃあ第60回四季の細道始めていきたいと思います。よろしくお願いします。そう、今日で60回。さあ、ワンピー側が、さあ、ワンピー側がエクスパーさんの竜、ツーピー側がなんとカワシムのガイル、ちょっと珍しいですね。さあ、ちょっと開幕怪しかったが、さあ今のところお互いミスなく、さあ飛び蹴りはファイヤー大打ち、さあまた打ち、カワシムのガイルはちょっと動きが独特ですね。割と遠い間合いから飛び蹴りの先っぽを出すか出さないかみたいなタクをかけてるような。さあ新球はガード、竜巻から中足当てて次の竜巻、さあ1ラウンド目取ったのはエクスパー、ガードして投げ、竜巻当たる、遅らせ波動から、さあ波動波動、さあ壁に詰めているが結構積極的に飛んでいくエクスパー、さあ昇竜で2回を取った後ダイヤシア入れて、竜巻ガード逆に逃げる、真空当たって勝ったのエクスパー。続いて中島さんですね。中島さん1キャラ目は竜ですね。オレンジの竜がエクスパー、グレーの竜が中島さん。さあ勝利入れて、さあ壁から逃がさない、おっと相打ち、シンク使っていった、さらに裏からシンク、そして置いてある昇竜拳、1ラウンド目取ったのエクスパー、トップスピンは投げ返す、根元で昇竜拳、めくりから歩いたところに昇竜置いてある、さあ波動から飛んでみたが、アントビからファイヤー、さあゼロドット、無理やり溜めた真空ですが、さあまだあるのか、おっと投げていたのはエクスパー。さあ2連勝。さあ次は瀬尾さんですね。こんばんは、山本さんですね。セロゼムさん、こんばんは、はい、こんばんは。第60回四季の細道、すごいですね、60回もやってるんですね。そうですね、エクスパー対、瀬尾さん、瀬尾さん、リュウガイル、リュウガイル、
今日ちょっと竜とかガエルが多いような気がして、はい、いい道だな。あれあれですね、順番見るとまた僕とセロテプさん近い位置いますね。いますね、いつもそうなんですよね。はい、さあ、画面上は、エクスパーの竜が押されてる感じ。おダブルサマーで抜けつつ真空をダブルサマーで抜ける。なかなかあんだけリードしてるとそこを無理しなくてもいいような気もするんですけどね。なんかそうですよね、ガードで、ね、ガードしちゃうような気がするけどやっておきたい。そうですね、さすがですね。 95% ぐらいは出るっていうあれなんでしょうね。そうですね、なんか 95% 出るまでは実戦投入しないみたいな。はい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 、あれですね、はい、あれさっきでも某方はあのムエタイダブル 70% って言ってましたけど 70% の試合ならギリギリバンバン実戦投入してますよ。おお、さあ真空ガードできている、ガードできた。やっぱね、近くなると波動の方が有利ですからね、これは。まあ裏剣もあるのであれなんですけど、やっぱもっとお、よく飛びますね。おっと最後真空で削り、飛びがガードポーズ見えた瞬間にガッツポーズですね。割とやっぱりエクスパーさんとやる人は一応にやりにくいって言いますね。ああそうですね、まあオレンジ竜軍団はかなりなんかなかなかはっちゃけてる。はい、僕も全く一度も勝ったことないですよ。1ラウンドぐらいはないですか。いやーないんじゃないですかね。もう全て手のひらの上でみたいな。お釈迦様の、はい、孫悟空な気分でしたけど。なるほど。さあ終盤差し掛かって、おコパ様竜巻も見ていた。おっと潮流で抜けるが裏剣ダッシュいってきます。はい、次はセロテープさんですね。セロテープさん1キャラ目は何なんだろうな。おはい、セロテープさんが、ザンギということで、緑のザンギ1試合目から本気じゃないですか今日。ちょっとね、いつもセロテープさんね、1キャラ目はあんまりザンギ使ってないんですけど、さあでもザンギガエルという厳しいカードになりまして、これねあれですよね、こうソニック、ただソニックだけでも厳しいっていう組み合わせなんですよね。おっとしかしバニッシュからスクルーいった。おっとサーマーもすかしてダブルサーマー裏ぐらい、おっとすかしたが、おっとすかし引っ掛け引っ掛けと、ちょっとダブルサーマーはね予想外だったみたいですが、ファイルドライバーで切り抜けましたね。近づいてから一気にっていうことしかできないですからね、ザンギとしては。ただこのソニックを、あっとピヨってしまう。ソニックをかいくぐるのが並大抵ではない。おっ画面端到達したが耐えるがわずか、どうだどうするどうする、ゼロドット、ゼロドットは厳しいか。おっとダブ様をすかして吸った。しかしおっとダブラリーめくりボディから、あー残念、めくりボディからまさかのダブラリー一発抜けていた。惜しいとこまで行った。おっとサマーガードからしっかり吸っている。スクリューができる男だ。おっとタッチスクリューは前の外だったか、すかしてしまう。しかしまだチャンスはある。ソニックを、おっ今入ったと思ったが残念、スクリュー出ず、背負返り勝利。
さあ 1P 側が山本さんのチュンリーですね。 2P 側が瀬尾さんのガイル。さあ瀬尾さん球速いですね。投げて、さあ踏んでからいいバズーカ2回で近づく。攻め使っていく。さあまで切ってめくり、これだけはわからない。山本さんもトルネイディタイクをジャンプ大パンか中パンで潰したりもしているので割とガイル戦知ってる風なんですが、さあトルネイディタイク、トルネイディタイク潰していく。元キック、元キックが機能する。さあ投げる振りからの中足が入って、コパンバリア、おっと画面光ったの見てから様やっていく。コパン打ちまくってるから戦列入るんだろうと思ったら見てから様、完全に切られましたね。切られましたね。いやー、ね、完敗です ね、 ね、びっくりしましたね。待ってましたと言わんばかりの、さあ裏ケニさんがワンピアの DJ ですね。そうですね、 DJ ガイル。全くこれ僕前から言ってるんですけど、はい、どっちが有利なのかよく分かんないような似た者同士みたいなキャラなんで。そうですね、まあ、近場でなんかエアスラじゃないや、ソニックがくぐれたり、あとなんか中足潰す技、今のですね、あと中足潰す技があったり、リフト対空潰すジャンプ台パンがあったりして、なんか割と DJ が強いですよね。攻められるような感じはするんですが、お互いにでも飛び球もありめくりもありで、ため技同士でみたいな。ガイル側はそんなにめくりが機能しないイメージですね。あ、そうなんですか。なんかがっつり食らってましたけどね、先ほどの方。やっぱチュンリーとかメガニーはいけるかもしれないけど、 DJ 戦はめくりに行ける距離で DJ を転ばせる方法ってなんだっていうとあんまないですよね。あー、なるほど、そういうことです。サマー溜まってるところに DJ が飛んじゃったぐらいしか。そうか、そう考えるとね、今のうまいですね。スライディング、んー、しかし画面端から脱出、おっと投げられてしまう。背負ってガイル勝利。続いて破天荒さん、4勝ですね。4勝ですね、早いですね。破天荒さん選ぶは龍。はい、またしてもこれ伝統の龍ガイルですね。先ほどエクスパーは敗れましたが、相当だからあれですよね、ガイルもやってらっしゃる感じですよね、瀬尾さんね。あんまり見ないんですけど、おっとダブサも当たってしまう。めくった、しかし投げ、おっと TBS 根元が入る、真空で削った。サマーは出ていたが、そうですね、ノーマルのサマーですね今。そうですね、多分ゲージなかったのかな。そうですね、ゲージはなかったです、ガイル側。竜巻を当たってしまう。おっと勝利が出ない。さあ打ち合い落として、ん、飛ぶ位置がうまいのか。ガイルはガードをさせられている、かなり瀬尾さんが無理してない感じはありますね。なんか落としに行ってないということですね。あおっと真空出してしまう。スリーヒット、あの距離で真空だと画面が止まる分普通の波動より飛びやすくなる感じですね。なるほど。さあ根元、
お高めに当てて投げた。また高め、落としにくい間合いか。おっと飛び蹴りがバンバン入る。続いてロードさんですね。さあ先ほど話を聞いたところではロードさんはなんか S 剣はちょっと捨て気味だそうですね。ああなるほど、完全に S 差が1本で頑張っていこうと。なるほどですね。まあ S 差が強いですよね。そうですね、 S 剣より強いのかな。どうだろう、強いでしょ。まあ弾ですからね。はい、このゲーム唯一の弾性能ですよね。 S 剣も弱くはないですが、やっぱ S 差がさんの前では霞んでしまうぐらいの。ああなるほど、はい、そうなんですね。まあ青パンって呼ばれるぐらいですからね。そうですね、青パンかよっていうのはあってもね、赤道着かよっていうのはなかなかないですからね。そうですねなかなか赤道着言わないですよね。また赤道着だよとか言わないですからね。そうですね。とタイガーを連射している。ああなるともう竜としては飛ぶしかないですもんね。多分飛ぶのも正解ではないから、なんかそうなんですよね、飛んだところでっていうのがあるんですよね、はい、通常技対空も十分強いし、もちろんタイガーはパカッと待っている。しかし画面端見事昇竜拳。最後はなぜかサガットの方が飛んでいて落とされたのがサガット、まあ、真空があったから飛びたくなっちゃったんでしょう ね、 そうですね。あれもでも真空もさっき の、 あの画面光って停止するんで、それ見てから落ち着いて飛べばいい。サガットの場合そうですね、はい、はい、はい、破天荒さん勝利で、続いてハクベガですね。ベガ、最近ベガも使っている。キャミー、ベガ、ガイルですね。しかし竜にベガはだいぶ不利なんではないのか。やり方知らないと厳しいかもしれないですね。あ、うまい。おっとちゃんと3発入る。しかし竜巻、あ、中央、あ、立っていたんですが、立ちぐらいですね。そうですね、なんか技を出していたか、うん、さあ2入って投げて受け身はある。さあくぐって投げておっとヘッドプレスじゃなかった。ワンチャンあるか。めくりから3段ピオリッチ、あーっとしかし垂直対空、ちょっと勇気出る感じでしたが、うん、今ピオリーチでしたからね。そうですね、龍側が上り中盤とかあったらちょっと危なかったかもしれないです。そうですね。さあ小塚さね、おっと昇竜を手前に落ちた。投げて、さあ 謎ムーブ、また入ってしまう。表から投げ、最後は投げ、勝ったのは破天荒さん、破天荒勝利で、破天荒さん勝利で、続いて青津んさん、始まってますよ。入れないラピーです。さっきお金もらいました。はい、2P 側、青津んさん、1キャラ目はダルシム。ダルシムですね。まさかキャンセルインフェルノ大好きな。なるほど、キャンセルインフェルノをするためだけにやってると言っても過言ではない。竜相手になると想定してたかのような組み合わせですね。ですね。キャンセルインフェルノで上飛んじゃうぜっていうのもね、最近話題になってますよね、はい。ね、おっと早速使っていった、まあ、インフェルのコマンド量がちょっとね2回転に次いで多いので。そうですね、慌てて急いで入れようとすると暴発しちゃう。まあ勢い余って上まで行っちゃう、うん、飛ぶのも分からずしもないんですけどね。竜巻打たせてスナイパー、
これは厳しいか、破天荒三流。そうですね、X ゲーマーさんコメントいただいてます。そう、ハクさんはいろんなキャラを使っていると書いてますね。 X ゲーマーさんいろんなプレイヤー知ってますからね。そうですね、物知りさんですよね。すごいですよね、僕よりもいろんなプレイヤーさん知ってますからね。日本にいる人よりも知ってるんじゃないかってね。そうなんですよね。さあ、短い手足を使ってちょっとずつダメージを取っていく。これはワンクレで長いこと楽しもうという。これは削っておしまい。危ないがもう遅かった。青津さん勝利で、続いてうねさん。はい、続いてうねさんが S 流、最近始めた S 流。最初ね X 流だったんですけどね、 S 流に変えましたね。 S 流ならダルシムいけるんじゃないかと。いけないのか、どうなんでしょう。鎖骨がないですからね、中段がちょっと。ただ波動の性能はかなりあるんで。そうですね、波動の性能、波動とあと通常技判定ですよね。そうですね、大足ジャンプ大蹴りあたりが異常ですね。あと何気にダメージも異常に高い。 S 流ならいけるのではないか。あーとあれですよね、全身無敵昇竜ですよね。そうですね、さすがのダルシムも厳しいのか。さあしかし、あっと波動を食らってしまう。レバーが、レバーが、レバーがと、レバーがと言ってますね、 2P の方が。さあ、結構さっきから見てるとそんなあれですね、ショートレンジではなく外から行ってるんですが、はい、結構あの距離の飛びとか多分落としにくいんでしょうね。足の先一歩とか行って超判定強いんで。そうですよね。あーっと入ってしまった。あー、やりたかったやつ、ついに動画に残ってしまった。これが、これがまさかの、もう大満足ですよね、これで青津さん。あとはもう次は多分もうちょっと難易度の高いあの近距離立ち大パンチインフェルノとかそういう難しいことやってくる可能性も。おっと、竜巻引っかかった。わー、竜巻引っかけまくる。竜巻、あれ重ねが完璧だと2分の1でガード不能ですからね。あれあれですよね、裏か表かその竜巻の、いや裏表じゃなくて違うんですか。出た瞬間にガーフになるんですよ、2分の1で。ガーフがあるんですね。ガーフがあります。なるほど、僕てっきり足が裏か表の2択かと思ってたんですけど、攻撃判定が表裏もあるんですが、さらにガーフがあるんでどうにもなんないですね。どうにもならないです。ザンギエフであのダムダイっていうすごく強い S 流に死ぬまで重ねられて、それで殺されたこともあります。2分の1なのに、はい、2分の1なのに死ぬまで行った。めくりも挟まるから、なんかめくりで食らったんだかガーフで食らったんだか分かんないうちに死ぬみたいな。なるほど、はい、青津さん勝利で、続いてモツさん。はい、さあ 1P 側、青いブランカがモツさんのブランカ。ブランカダルシム触ってしまえばどうにかというところですが、うん、どうなんでしょう。お釣り、やっぱお釣りがねありますからね、必ず。おっと、目の前落ちをドンピシャで投げる、入れ込みですね、投げ。おっ、繋がったか。おっと、蹴ったのはダルシムだ。重ねたところに無理やりバーチカルを出して、さあ転ばせる。ステップ神はノスペで返していく。さあドリルめり込んで投げ、あ
あー、ダルシム側としてはもう早い動きあれなんですね、対応しきれない時があるんですね。そうですね、近くはちょっと厳しいかもしれないですね。なるほど。一応はい、3本目ですね。はい、なるべく近づかせたくないですね、ダルシム側としては。お互い似たようなタイプなんで、なるほど、近距離はお互い似たようなタイプですよね。連続技もそんなになく、どちらかといえば神か石棺かと。で、青ツンさん勝利で、続いて青ツンさん勝利で、続いて歌舞伎くんさんのベガですね。飛んでいく、当てて投げて、画面端、さあどうする、出れるのか、ベガとしてはこれ出れるのか、出れないのか。おっと、最後はインフェルノ。ベガはゲージがないと出れないんですかね、ちょっと端は。まあどのキャラでも大体有利取れるはずのダルシム、理論値有利ですからね。どうも、ハクです。お、こんばんは。こんばんは。ハクさん、はい、大活躍ですね最近ね。いやー、どうなんですかね、なんかもったいないとこで攪拌とか逃したりとか焦っちゃうとどうしても下手くそなんですよね。いいんじゃないですか、別にそのうちで。あー、まあ、おっと、やっぱり最後は画面端を固められてしまう。画面端厳しいですね。青ツンさん勝利で、続いてペッコさん。なかなかベガ画面端きついですね。ペコさんの、ペコさんの剣ですか、竜ですか。剣ですね。X 剣、まあ、1キャラ目から剣できてますね。剣ですかね。投げですね、はい。剣といえばこれ。投げ。ジャンプ攻撃から竜巻からの2択。投げか昇竜か。竜巻。いやー、この圧力大事ですね。最後はだってあれですよね、台足ねじ込んでいった感じですからね、強引に。最後までズーズーしくいった方がいいですね。そうですね。剣はもうそれで押していくしか実はないみたいですよね。掴んで、もう掴んで、2回掴んで画面端。これがそうですね。おっと、ダルシムはゲージを投げた先に。あーと、おっ、あー危ないと、2発で終わってしまう。レッパー入れてたんですかね、今。どうなんですかね、竜巻。お、体力が一度、二ドットぐらい今ダルシム有利ですね。そうですね、あー、あー、ドリル、おっ、おっと、高めだった。そうですね、知らないんですね、一発目で。でも下手すると、今の勝利でも死なない場合もあるかもしれない。そうですね、勝利も大で1ヒットだと。ペコケンさん勝利で、シャルケンさん。シャルさんの剣ですね。剣 VS 剣ですね。剣流行ってるんですかね、最近。どうなんですか、結構でもやっぱ剣楽しいっていうのありますよね。あの、例の動画とかで。あー、なるほど。はい、剣も。剣ガエルですよね。そうですね。お互い足技で、距離を詰めていく。しかし決定打はない。おっと、台足が下がった。剣といえば、タクがやっぱ強いですね。そうですよね、ピヨってしまう。最後はレッパー、台足の圧力でやっぱ投げが通ったりとか、あと鎌ですよね、鎌。あー、鎌、そうですね、あれが使い勝手いいみたいですよね、かなり。出際を外側から蹴ることもできるんで。そうですよね、竜巻も優秀ですよね。
おお、コマンド系のでも足技はほぼ使えないっていう噂ですけどね。おっとアッパータイク、結構大足波動とかやろうとすると謎の技に化けちゃったりとか。ああそうなんですよね。結構難しいですね。はい、で県対決はペコ県勝利で、続いてヌルポガさん。ヌルポガくん、ヌルポガくんのここで S 剣ですかね、出るのか赤いのが。ついに総理ヌルポガくんあるらしいですよ、 S 剣一筋すぎて他のキャラがあんま使えないらしい。あーそうです。あでも竜ですね。お竜を選んだ、まあ、道見なら結構似てるような気もするんですけど、まあそうですね、ペコさんはでも言うて剣の師匠なのでヌルポガくんのことは結構分かってるんじゃないですかね。あでもいい台足ですね。 S 剣と竜は同じような感じで使えるんで。あはいはい、X 剣と X 竜全然違うんですよね。そうですね、結構スピードとか波動とかも結構、うん、性能がだいぶ変わりますよね。ヌルポガくん結構おいいですね、いい投げですね今の。受け身を取っていない。あでも台足がこれどうなんですかね。これはゲージが分かんないんですけど、おっと最後投げペコさんだったら勝利入れてるかと思ってたんですけどね、今のジャンプに。ここで日和らずにヌルポガ君ももっと押していきたいですね。昇竜は出ないで、ダイヤシ、ね、画面端は結構厳しいですよね。そうですね、おっと、まあ、苦し紛れで昇竜出すとああなってしまうというね、かかとにいいパターンですね。良くないパターンのいい例なんですよね、あれは。ああやっぱ遠目の大キックが痛いですね。めくって、そうですね、灼熱でこかして、しかしそのファイヤーですね、ファイヤー。そうですね、ファイヤー波動はやっぱ S 大足が怖い。 X 流といえばやっぱりちょっと見てから飛ぶとやっぱいいリバーサル昇竜出ますね。いや怖い、水ジャンの位置あんまり引きつけすぎると大足で刈られてしまうので。あれパッ、見ていた、飛んだのを見られていた。そうですね、弱波動を避けるのとガードするのでしっかり相手の動きを見ないと着地を刈られてしまうので、ペコ剣勝利で、続いてカシムさんのおそらくザンギーだと思うんですけど、お DJ でした ね、 ですね、残念です、外れました、予想が外れましたね。カシム DJ、わーこのめくりが入って5段と相打ち、だがまだ、バンジさすがにちょっと、おっとスライディングからのそばとこアニマル入っていた。ダルシム、ダルシムじゃない、 DJ ケンってダイヤがいまいちわからないんですけど、いや僕も分かってませんよ。どうなんですか、ちょっとやっぱ DJ 有利なんですかね。なんかでもどっちもコンボが入った時の凶悪さはありますね。ただやっぱ飛び道具性能っていうところでそんなに波動で押せない気がするんですよね、剣だと。硬直が短いのとやっぱどうなんですかね。でもやっぱ外側から両方ぶち込む台足があるので。そうなんですよね、あのジャンプ大キックが結構外から、おお。いやそばっと引っかかって、おっとスライディングが打ち、最後は倒れてしまう、 DJ が立った。かわしむ DJ 勝利なんですけど、はい、負けてしまいました。続いてエクスパーさん、いや中島さんですね。中島さんの、中島さんも結構いろんなキャラ使うので、ただ2キャラ目なんで多分ガイルですかね、メインキャラガイルを選ぶと思います。ガイルですね、赤のガイル。 DJ ガイルは結構どうなんですかね、ちょっとだけソニックの回転が速いっていうのと、でもスラがやっぱあるので。そうなんですよね、いい試合なはずなんですよね。そうですね、あとはDJ の飛びが結構落としづらい、スラもでも台足で潰せるので。そばっと、いやこれちょっと自分ちょっと参考に
お勉強ですね、これは。すごい試合ですね。はい、回転率が速い。お、投げて、投げた。おっと、カーニバル、カーニバル見ていた。大体同じドット、アーチすら。あー、これはちょっとガイル厳しい、厳しいですね、画面端は。おっと、相打ち。画面端はソニック打てないですからね。ガイルやっぱ対空とかスラとか、ガイル側がやっぱ難しいんじゃないですかね。どっちかというとガイルが守らなきゃいけないので、ほぼ球の回転率は一緒なんですけど、多分若干ガイル不利なんでしょうね。ガイルは対応キャラなんで、完全対応したら多分やっぱガイルなんでしょうけど、難しいのはやっぱガエルなんじゃないですかね。TBS が多いんですよね、多分 DJ は。そうですね、TBS ばっか意識してると今度スラとかがあるので、やりづらいのはやっぱガエルなのかもしれないですね。やっぱスラですね、この。そうですね、ソニック打ちづらくなっちゃいますからね。画面端、あーっと投げて、最後は投げ、スラが怖いんでなかなか固まっちゃいますよね。カワシム DJ 勝利で、続いてエクスパーさんですね。あ、セロさん、はい、エクスパーリュウですね。エクスパーさんも結構いろんなキャラ使えるんですよ、実は。あ、そうなんですね、うん、結構リュウ一筋なイメージがあるんですけど。そうそう、試合とかは絶対竜なんですけど。はい、あーうわー、ピヨってしまう、運が悪い。これ、竜 DJ は竜ですか、これは。竜若干有利なはずなんですけど、 DJ 使いに言わせると DJ 有利説は。あー、やっぱこのプレッシャーがやっぱ大きいですよね。そうなんですよね、一発一発がこうなっちゃうと。そうです、この体力差だと厳しいですね。 DJ のやっぱ判定が強いので、相打ちとかが怖いので、なかなか。あー、やっぱこれはどうなんですか、余生なんですかね。だと思いますよ。あー、いやでも真空決めた、真空。あー、飛んで、お、自分から飛んでいく、あれはあれでありですね。まあまあ体力少ないからやるしかないですから、ね、1ドット DJ が、あーと、あー最後はめくられてしまう。あったのはカシムさん、はい、カシム DJ 勝利で。で、入っていくのはセロデブザンギー。あれ色がちょっと違うが、あー、そうですね、気持ちを変えたのか。先ほどのガイル戦でもかなりいいとこ見せてくれたので、これはどうなんですかね。これ完全に多分あれですよ、ガイルと似たタイプってことは。そうですね、なんかいまいち自分 DJ がわからないんですけど、うん、地上対空は DJ はため技以外であるんですかね。どうなんでしょうね。やっぱ、あれですね、ラリアットにスラとかさせるっていうのがありますよね。そうですね、まあ DJ 有利でしょうね、これ。リフト的なものが、あーっと大スクリュー投げて、一本取ったのはセロテープさん。そうですね、減りましたね、やっぱり減りましたね。いや、今のは鮮やかでしたね。台足がやっぱあるんで、スラもうかつに打ちにくいんでしょうね。あー、でもこれが、しかし入ってしまう、ピオリッター。あー、表から3段、あれはもうクソ技ですねあれが入っちゃうと、もう終わりですね。もう DJ はこの台足がやっぱ、あーっと、いや、今度はガードして、この見えないめくりですね、DJ はやっぱり見えないですね。攻めてラリアット、ダブラリ当てていく。あー、ラリーでスラスラ、この台足があるので、あーと、カーニバルを任せて、これは、あ、でも台足に刺して、あー、開いていた、台足が刺さった。次は山本さん、
とチュンリーですね。これはこれはチュンリーが冷たい対応したらかなり辛いんですけど、こうやって画面端に寄ってしまうと、あーだがやっぱ垂直台形が強いんですよね。あー揉まれて台足か、あーと投げられる。あーと投げて、これは飛行剣、あーとあー死んだか、あー減る、死んでしまう。次は裏ケニさんのバイソンですかね。裏ケニさんのバイソンですね。これはザンギーが難しいですけど有利とか言われてますね。いやーやっぱ強いですねセロデブさん。いや強いですね。ザンギーはやっぱ有利とは言われても難しいですよねなかなか。そうですね、一回やられちゃうとゴニャゴニャっとなってやられちゃうともう逃げれないですからね、はい、あこれはあいやーと逃げ、いやこれはだいぶ、あ投げて捕まった。しかしだが体力は0ドット、あクレイジー、クレイジーをバレていた、読んでいた、あヘッド、しかしヘッド、あクレイジー読んでラリアット良かったんですけど0ドットは厳しかった。立ち中継が強い。大足コパンを振ってコパンを当てていく、コパンで止める。そうなんですよね、こけて多分ゴチゴチ落としたところを投げて回している、グランド、あーダブラリゲル、わクレイジーは詐欺飛びが、おっとおーと攪拌、しっかりと詐欺飛びをして一本取り返す、できますね。そうですね、あっとラリアット下から、そうですね、グランドですよね、やっぱこれは、はい、バイソンとしては。おっと、あーなんかなんか出てフラパワーかな、いやー体力上がグランド入ってしまう。裏剣バイソン勝利で、さんバイソン、瀬尾さん、瀬尾さんのチュンリーですかね。今日は2キャラ目は何でしょう。おベガ、ベガですね。結構瀬尾さんもベガを使ってるのを見るので、ここあれですね、皆さんメインキャラ出さなかったりするような、そうですね、意外と雰囲気いい感じでやってますね。いい雰囲気でやってますね。あわ上からベガは上からまとわりつかれると、いやだがベガもおっとめくっていく、立ちショーキックで翻弄していく。ベガも歩きの速さを生かした投げがあるので、そうですね、気をつけないといけませんね、はい、あとゴチゴチしっかりガードして、いやこの上からあー打ちでも痛い。おっとダブルに刺さる、ダブルにが先に刺さる、詐欺飛び、ダブルにガードして最高、あとお釣りが入って、お釣りが入って、おゴチゴチ、あうわ今のはダッシュアッパー、グランドアッパーですかね、はい、一瞬の判断が行きましたね。わーおー、ピヨってしまう、中段でピヨル、あーデガ失敗して、あーしかし1、2ドット、あーこれはダブル2が溜まっているので、ナイトメア溜まってますね。あどっちどっち、どっちだ、瀬尾さんも、あーっとジャンプ中パンチ、ジャンプ中パンチで勝ったのは瀬尾さん、瀬尾ベガ勝利。甘えのダブ、あのナイトメア打たないですね。そうですね、しっかりと最後まで。続きましてロードさんの
エッサガー投げが痛くて本田がこう、おっとこれが分からない、エブリバースが面白いように当たっている結構エッサが強いキャラなんですけど、ベガはやりにくいっていうのがあるので、そうですね、結構ベガはやれる組み合わせ上があるので、エッサタイガーもサイコロ抜けられるっていうのがあるので、いやーミドルが痛い、おっとダブルに、あナイトメアですね、失礼しました、ナイトメアで余生か、もう打つしかないですからね、あーヘッドプレス早い、これはもうゼロドット、あー最高、最高で終わる、あ僕ですね、続いて、セオベが勝利で、続いてハクさんですね、またしてもハクさん、おっと今一番やってると思われるキャラキャミー、キャラメンキャミーですね、かなり強いですからね、ハクさんのキャミー。そうですね。ちょっと見習いたいところですね。お、キャミー使うんですか？いやいやいや、あの、姿勢を。なるほど。さあ、フリガン食らわないタッチショーパン。おっと。さあ、引き付けキャノン。見えている。お、めくった。やっている。ベガ戦とかやりにくいブレだと思うんですけどね。そうですよね、はい、おっとキャノ ン, キャノン、さあ正面ダブルにガードして、おキャノンが落とす、ワンチャンあるか、捕まえてる、あっと残念、最後はコンボミス、当たっていたんですが、難しいですね、確認して当たってなかったら手を止めなきゃいけないし、あれですよね、スタートボタン押せって言いますよね、そうですね、ちょっと遠くにあるんで、投げて、おっとキャノン使って、おっ贅沢投げ、キャミー反応している、フーリガン投げ返し、反応すごいですね、フーリガンに反応しているあの距離で、ダブルに引っかかる、正面から、あーっとコンコが入ってかっったのは瀬尾さん、続いて破天荒さん、はい、2P 側が破天荒さんですね、デビルリバースはやっぱ起動特殊ですからね、ちょっとガードしかないんですかね、いやそんなことはないですね、ただ向こうが多少操作できるんで、はいはいはい、最後の方までちゃんと見ないと何が当たるかわからないみたいな、あーなるほど、勝手昇竜出すと使ったり、そうですね、ただ近づいてくるんだったら上り中盤出すなり昇竜拳出すなりすればちゃんと落ちるんで、おっと真空使っていく、メガセはどうなんでしょうね、なんかごちゃった時を取っとくのも手な気もするんですが、あっと今細かいテクニックありましたね、あの瀬尾さんのやるジャンプチューパン2発入れたと最後で移動してからまたジャンプチューパン出す、はいはいはい、あれゲージもたまるし、とん、おっとお互い捉えられないが、コパンで落としてからダブルリー、竜巻で抜ける、めくりが当たっていない、上り台系、おっとナイト、さあ見てからナイトメア、きっちり削って、きっちり最後は4勝目ですね、セオベガ勝利で、続いてウネさんは
メインキャラガイルを選んだ。ガイルベガ、難しい組み合わせですね。ダブル2で固めていく。おっとサマー、お釣りでサマー、今の素晴らしいですね。裏抜けてるところにちゃんと入れてある。うん、振り返ってから出してますね。投げて投げ、お逃げ、長い位置。サマーを潰されてしまう。サマー当たっている。ヘッド気味当たった。あっと投げいったが、投げて投げて、デクリアガード、うん、一方的ベガペース、なんとかしたい。さあ厳しいぞ。サマー、おっとサマーできる。サマーが当たるが、さあもう一度サマー投げて、投げ、しかしまだ体力差はかなり。さあこれ半分取るには、さあサマーで切っている。めくり、おっと投げに行ったのか。さあ背負が単独1位ですね。5勝で勝利で単独1位、続いてモスさん。おっとここでブランカベガ、いい組み合わせですね。お互い五分な感じ。おっと抜けてしまう、ナイトメアが抜けてしまう。最後は最後の削り、ナイトメア単発で抜けることあるんですね。ブランカーちっちゃいですからね。ちょっとこういう当たり判定変な時ありますもん ね。背ちっちゃいんで、キャミーとかブランカがダブル2とかがまともに当たらないんですよね。なんか、うんうん、キャミーとか中足ダブル2出してもワンヒットしか、中足からダブル2がワンヒットだけ。ダブル2なのにワンヒット。そう。なるほど。さあバーチカル。おっとバーチカル。上から押さえつけている。さあナイトメア。削って投げ、受け身取っている。コパで落としたが、おっと最後は伸びるパンチ。抜けたところにスネーク。入れた。あれバーチカルかスネークですね。そうですね、バーチカルでも確かいいはずです。さあめくり気味のところ、さらに後ろに飛んで中盤で落としていく。ベガのあの中盤強いっすね。強いですね。おっと変な当たり方、また変なところで当たった。めくってる感じですね。そうですね、あれ多分ガード逆に振ってるんでしょうね。密着からなんで噛み返しがあるんですが、動きとしてはかなりいやらしい感じ。さあおっともろい食らってしまった。残念、セオベが勝利で、続いて歌舞伎くん。自らのガイルの連勝記録を抜きましたね。そうですね、ベガで。なのでこれ2位は青津のダルシムですね。青津さんダルシム、まあまあまあ、まだ青津さんあれですからね、出してないですからね、メインキャラ、ね、さあ、スラが入って、まあ、青津さんだけじゃないですからね、みんなメインキャラこれから出していく形で、はい、我々はもう終わってますけどね。そうですね、お互いあっさりね、あっさりした感じで、僕ちょっと頑張ったよまあそうですね、 DJ には頑張ってましたけど、うん、さあ、ヘッドで切ってる。さあ大慶ヘッドガードしてダブルに上り蹴り、ゴチゴチ。今の多分中段狙いだったんでしょうか。すかしてましたね。中段狙いか、もしくはヘッドすかし、高かったからヘッドすかしなのかな。投げて、
さあ端端で睨み合い、お互いゲージを持っているため動きにくいのか。さあグランドダッシュアッパーが入ってしまう。ナイトメア吐かせて、おっと足が当たった。最後は相打ちで勝ったのは瀬尾さんのベガですね。瀬尾ベガ、続いて青津さん。お、2キャラ目選んでるのは龍。さあこれまた青津さんの多分聖剣真空とかダイヤ真空とか入れたい感じ。おお、謎のキャンセルおなじみの。謎のキャンセル大好きですからね。大好きですね。おっと最高すごい動きですね今の。コパンで落としてめくり最高ガードさせる。最後は逃げたい系。恐ろしいですね。さあ投げて、顔面に当てて投げていく、投げて正面からコンボ、最後はおしゃれコンボ、まさかのコパン連キャンジャンプ登りショーケーですね。ショーピーですね。素晴らしいですね。決め技っぽくしましたけど、おっと今度は最後はガードさせていなかった。抜けちゃいましたね。さあファイヤー当てて中ボス。さあこっちからの真空、逃げる、ガードから竜巻、どっちかわからない。ナイトメア、ナイトメア昇竜拳合わせていく。続いて、ここで瀬尾さんストップ、連勝ストップ、青ツンさん勝利で、続いてシャルさん。おっと選んだのは竜で同キャラ対決だ。中ボスが入る、飛び三段がヒット、お互いゲージを持っている。波動が打ちづらい。ダイゴスから投げて、おっと昇竜にシンク飛んでいく。リバーサーシンクで抜けてましたね。そうですね。さあ投げて受け身がない。さあ黒い竜が青津んですね。そうですね、茶色が瀬尾さん、茶色がシャルさん、シャルさんです。青津さんが先制していっている感じですね。ゲージも溜めて、ゲージはお互い溜まった。波動が打ちにくい。さあシンクを合わせていく。数数えてなかった。だよし、2発目、あわよくば2発目をチャージを狙っているが、投げガードさせて昇竜、コパから投げは最後は昇竜、分かっていた感じ。さあ鎖骨一発だけですね。今一発目しか当たってなかった。そうですね、そういうことあるんですよ。2発目が当たらないことあるんですね。なんか判定が伸びてたか何か。そうですね。ダイゴスカナ真空がガードされてしまう。ドンピシャ飛んでいる。おっと、最後は最後勝負、勝ったのはシャルさん。
シャルリュー勝利で続いて、ヌルポーさん今度はエスケンですね。おっと次出したペコさんがやめてしまったので、今エスケンを担ってるのはヌルポガ君と言っても過言ではない。そうですね、関東のエスケン使いといえばヌルポガっていうね。そうですね代表格ですからね。まずヌルポガさん。そうですね。さあ一発ヒット、一発ヒットだったらばなんか打たせてお得みたいな感じが。お互い数えてるんですかね、お互いというか。後で聞いてみましょう。アントビがちょっと早かった。S 剣なので投げられると痛い。そうですね、まあ今のは S じゃなくても死ぬ体力だったので一緒だと思うんですが。おっと大足つかりにファイヤー。おっと裏落ち気味の竜巻。そうですね、今昇竜がかき消されましたね。多分シンクを食らってしまったがまだ体力ある。昇竜拳飛んだら昇竜で落とされる。2回目のシンクも食らってしまった。今度は前段ヒットシャルリュー勝利で、続いてペコさんですね。さあ選ぶのは剣で竜対剣という構図ですね。さあ波動の打ち合いで真空を先に溜めた。若干竜より、竜は打ち放題ですからね。もうおっと昇竜減った。波動打ち合いから詰めていく。おっと昇竜でやばいのか。おっと真空合わせた。最後は波動削り。シャルさん竜も強いですね。竜結構メインで使ってませんでしたっけ前、うん、なんかね、あの長州さんが発音できないシャル、シャル竜さんですね。シャル竜さんですね。最近ではバイソンの印象が強いですが。さあ膝で掴んで、おっと昇竜つかる。昇竜出る。大昇竜ですね。今見えてましたね。シンクを合わせるが割れた。ペコさんは数えてるタイプ。あっと届く。バックジャンプ届いた。バックジャンプ竜巻だとよかったんですかね。ペコ剣勝利なので続きますね。はい、続いて、2周目は終わったのですが、ペコさんが連勝しているので中島さんがエントリーした2キャラから好きな方でお願いします。ガイル、やはりメインキャラガイル。エクスパさんそういえばもう先ほど出られたと思うんで。なるほど。あれあ
なるほど。と言ってる間に、画面は、ペコケンさんが1本取ってますね。失礼しました。さあ今ゲンガイルですからね、はい、ちょっと話題のあれですね。やっぱりガイルちょっと有利なんじゃないかぐらいの、ね、勢いでケンはやっていくしかないんですかね。まあ読み合いのポイントはあるんですけれども、リターンがトータルで見ると結局ガイル側に傾くということなんですかね。そうですね、ガイルは対応力ですからね結局。そうですね、いかに崩すかっていう。さあ竜巻引っ掛けてアントビから波動刻んで鞘足うまい、2回転目に合わせる感じ。さあソバットで切り返す、最後はコパン刻み鞘足、刺さった、ペコケン勝利で。続いてカーシムさん。はい、カーシムさん。お、DJ ではなくガイル。はい、まだ続いてガイル、1本目はまたペコさんが取っている。さあ歩いて掴んで裏から昇竜拳。さあ今掴み損ねか、膝が、まあ意外と剣投げ前狭いですからね。足が速い分裏剣、ありがとう裏剣、感謝で、感謝で裏剣、感謝で裏剣。なるほどですね。さあおっとサマーが溜まってなかった、飛びたくない、地上で粘りたい。さあ踏み込みたい、足バイヤシ切り返す、ソニックのソニックを蹴っていく昇竜。まずい、まずいぞこの攻撃力、やりにくい、やりにくい。そして膝、これは光ってしまった、削っておしまい。続いて山本さんですね。ワンピーが挑んでいるのはほぼ山本さんのチュンリー。さあ台足、台足刻んで壁がきつい。さあゼロドット削りに行く、ちょっと歩いてきっちりワンガードさせる、ゼロドットでしたね。さあ球踏んで裏から昇竜拳、めくりから仕込みで昇竜拳が入っている。トップスピンは投げて上り中継台足、さあトップスピンではなく、さあ戦列、いやいやいや、さあ、お見合っていたが自分の体力に気づく。さあ、投げに行った。今度は削られない。気づいてバックジャンプしてよかったですね。あのまま削られて死ぬのかなと思っていましたが。球踏んでしまう。膝で掴んで、コパコパ壊し波動、台足波動、波動、波動。
裏に落ちたが巴投げ、はい、背負い投げですね。はい、ペコケンさんこれで4勝ですね。はい、じゃあここで セロテウさん、青津さんはここで抜かれたらペコさんが勝ったら抜かれます。決勝進出ならずです。暫定3位。頑張ってください、セロテープさん頑張って。しかしおーっと膝が早い、早いぞ膝が。ゼロドット、おーっと光ってしまう。じゃあペコさん5連勝ということで、セオベガさんと決勝ということでね。はい、お互い 1P2P じゃんけんで決めてもらいました。そのまんま入る感じですかね。じゃあ決勝は3先です。瀬尾さんが、7連勝でベーガーですね。で、ペコさんが5連勝の剣。さあ 1P 側が瀬尾さん、 2P 側がペコさん。これどうなんですかね、意外とですね、意外と剣有利でもないのかな。そうですね、なんかこの組み合わせあんまよくわからないですね。ユーベガさんとかマッツンさんとか、まあ見ることもないですけど、どっちが極端に有利ということもなさそうな気はするんですが、あ、まあでも弾も昇竜もある剣なのかなって感じですよね、どっちかっていうと。確かにカニがなかなか機能しそうなのと、それをベガの機動力でどう崩していくかっていうところなんですか ね、 カニと、まあ、カニに対抗するのにどうでしょうね。さすがのカニもあれですよね、昇竜でも、まあ昇竜振るっていうことは無理するということなの で、 で軽く引っ掛けることは難しいです、ね、ああいうことになりますからね。さあ逃げ中盤、おっと竜巻巻き込んだ、竜巻巻き込み、今ゲージがあったので、さあ昇竜拳めくりはガード、奥らせチュアシャドウ、さあ正面コンボが入る、さあ残らない、5ヒットでピヨって5ヒットで死ぬ。1試合目取ったのは瀬尾さん。さあ、2本目、さあお見合いから投げ、波動波動波動、さあたくさん削って、ただダブルには入ってしまうと、さあ今のちょっと面白い動き、さあなんかちょっとやりたいだけっぽい動きが、あの逃げ中盤がさ投げ、そうですね、竜巻があの中盤で起こされちゃうんですよね。そうですね、ごちゃりそうなところを反応で逃げ中盤で落としているので、ごちゃらなければいけるという感じなんですかね。そうですね、
さあベガジャンプ結構飛距離があるのでドンピシャで読まれると結構遠くから波動拳打っていてもピヨってしまう。さあこれで表裏ガードしている。落とした最高投げ返す。重なっていなかった。こうなると波動を打った瞬間にヘッドプレスが飛んでくるので波動も打ちにくい。これですね。おっとふんわり落として、さあ体力リードの剣が最後は置いてあるダイヤシー。置きダイヤシー強いですからね、やっぱりね、龍剣は。そうですね。さあ投げてパンチ掴んで壊し中足アド。最後も投げめり込んだところ投げ、ペコさんが1本取り返しますね。ペコさんですね。さあ3試合目、おっとつかみはシャガパンで返して、はい正面5段、おっと飛びから入ってピヨってしまう。こっからの3段です ね, ね、まあ、弾持ってるといってもこれが怖くてなかなか打ちにくい。そうなんですよね、一発で終わっちゃう時ありますからね。はい、昇竜からのめくりめくり、しかしピヨらない。確かピヨるんですね、竜巻で。さあお互い火力はあるぞと。そうですね、ピヨらせて。剣は確かめくり中盤大昇竜だと一発剣だったのかな。さあ投げてカニ差し返す。多分これベガ側の反応がいいと波動を見てから立ち台系相打ちができると思うんですよね。おお、なるほど。はい、ブランカでも上手い人が、ええ、そうですね、ブランカも上手い人はなんか確か見てからスネークで相打ちでダメ勝ちするっていう。へー、そんな技があるんですね。はい、技というかそんなことができるんですね。下がって歩いて投げ、さあ2勝リーチかけたのは瀬尾さん。瀬尾さん、そうですね、3本目は瀬尾さん。さあこのまま終わってしまうのか。そうですね、最後になるのか。昇竜拳めくりから昇竜拳、おっとピヨリ、先ほどと同じような展開ですね。そうですね、お互い転ぶとちょっと死が見える感じ。でベガ側はやっぱりあれですね、スパコン溜まってるかどうかは結構生命線なので重要ですよね。おっと溜まっていて拾って垂直重ねちょっと失敗したか。逃げる、ダイヤシ、ダイヤシ、おっとホバーを蹴られた。スラにダイヤシが置いてある。さあお互い 2-2 で最終試合ですね。最後4本目はペコさんで、いよいよファイナルですね。さあ第60回大会を制するのはどっちなのか。キリがいいですかね。ダイヤシ、ダイヤシ当たりますね。ベガ戦ダイヤシはそんな使いやすくないと思うんですが、カニがあるせいでやっぱりリーチ負けしているダイヤシはそこまで使いやすくはないと思うんですが、めり込む。それだけ近づいてるってことですよね。そうですね、まあ、自分から踏み込むというよりもなんか置いてあるダイヤシがかなりいい感じで当たってるところはあると思うんですが、さあ掴んだ、先に王手をかけたのはペコさん。ペコさん X 剣での優勝はまだなかったですかね。なかったですかね。投げて削って勝利を出させたが、ダブルに食い込んで投げ、さあデビルバめくりはガードしている。遅らせ中足最高、おっと勝利引っかかる、ナイトメアあった、
お互い1-1。今度こそファイナルラウンドですね。はい、さあどっちだどっちだ、波動とカニの差し合いか。さあ波動竜巻引っ掛ける、ホバーが刺さって大足、大足が2回刺さった。逃げ蹴りからの竜巻で勝ったのはペコさん、おめでとうございます。ペコさん優勝、そうですね、 X 剣初優勝ですかね。ちょっとコメントもらいましょう。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。 X 剣やめる。あれあれ今重大発言ですか。もういい。X 剣やめる発言大丈夫ですかそれ。今から竜で。あれ公式発言大丈夫ですかそれ。もういい。X 剣やめる発言が出ました。X 剣で優勝は初ですかね。そうです、そうです、おめでとうございます。結構長い間使ってたと思うんですけど。飽きたあれおかしいっすね、言ってることは。なんかもう S はやらないとか言ってました。 X 竜ですか。あ、X 竜なるほど。道着上手いですからね、もともとね。いや、まあまあまあ頑張ります。はい、すいません、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあすいません、第60回大会優勝者ペコさんでした、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。
Thank you.
Yeah.
はい、ということで、23時を過ぎましたので、この試合、の試合最後にしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。この試合終了後そのまま配信はそのまま終了してしまいますのでご了承ください。今週も、この夜遅くまでお疲れ様でした。また来週も同じ時間で、いつも通り配信やりますのでまた来週もよろしくお願いいたします。では皆様お疲れ様でした。